じゃじゃん。さあ今回広島カープ、もう調子いいというかもう強いっすわやっぱ、はい、広島カープのお話ちょっと豊さんにお聞きして。お前簡単に強いっすわって言うけど、え、どうですか。ちょっと交流戦でもたついてる。ああまあ交流戦そうですね。いやだから反動だよ。出た反動って言ってたでしょ。ずっと言ってますもん豊さん。いやあれだけ練習したら反動は来るよやっぱり。で西川が、うん、球団で2位か。2位かなんかでしょ。だって日本記録高橋芳雄さんが持ってんだもんな、うん、33試合かなんか。そりゃなかなかいかないけど、でも止まったでしょ、はい、あのくっちゃんが打ってたけど、はい、ちょっと打率が下がってきてるから、うん、だからみんなやっぱ反動来てるよ、うん、打線の中でね、はい、うん、まあ鈴木誠也は相変わらずコンスタントに打ってるけど、打ちますねやっぱ、うん、打ってるけどやっぱ松山の状態悪いし、うん、でバティスタが頑張ったでしょ、はい、だマークのしどころっていうのがもうバチスタ、うん、これ一本で良くなってきてる、ね、ああなるほど、分かりやすい、絞りやすい、分かりやすい、絞り、うん、でバチスタは途中からだから、はい、へばってないと思うし、はい、だからやっぱ反動が来てるっていうことは絶対あるよね。うん、あと中崎こう抑えが変えられる可能性があるよね。ちょっとあれですよね、なんか打たれるイメージ今年ちょっとどころじゃないよね。やっぱ劇場になってるから今、はあ、ファンの間では。ああだから、まあ、そこでフランソワかなんかが、ね、抑えに行ったりとかしてるけど、はあ、まあそれはそれでもいいと思うんだよ、配置転換っていうのはね、気分的にね、はあ、まあだけど、うん、全体的なバランスは俺は崩れてきてるっていうふうに見てるけどね。またこういうこと言うとさ、また嫌いなんでしょって言うけど気にしますね、はい、俺は心配をしてるわけ、はいね、でも交流戦優勝予想広島でしたもんね。ちょっとミスったミスったっていうのはなぜかというと、いや疲れが反動が来るって、はい、まあ気分的にいい時に俺は交流戦が来たなと思ってたんだよ。ああなるほど、うん、タイミング的にもちょっとタイミング的に、はい、ちょっと気分を切り替えて、はい、まあ、疲れというよりも、いやだけど、うん、ちょっとやっぱ反動だなこれはね。野村がやっぱ勝てないと、まあ5試合投げたら3勝は絶対してほしいピッチャーだけど、はい、それがなかなかそうはいかないでしょ、はい、うん、だからそこら辺では計算は立たなくなってきてるよな。今そんな中じゃあそのキーパーソン的な人いますか、広島この選手がキーになっていくんじゃない、まあ、田中康介かな。あやっと上がってきてるけど、そうですね、まだまだ物足りないもんね、まだまだ。だからあそこら辺で例えば1番にまた戻れて、はい、野間が回を打てるとか、まあ、そうなってくるとまたちょっと違ってくるんだろうけど、田中菊でいくと、ああ田中菊、うん、バテと田中菊バテ、はい、でこうユニットが組めるとまあいいのかなって思うけど、ね、はい、やっぱ数字を持ってる選手が額面通り働けないっていうのはやっぱりチームにとってすごくマイナスになるし、計算狂いになってくるよね。うん、で野間もこんなに出るのっていうのは初めてぐらいのケースでしょ、はい、そうなってくると絶対へばるよね、どっかで落ちる。どんなに経験してても落ちる時期ってあるんだけど、はい、そうなるとまた評価っていうのが変わってくるじゃない、はい、これもう使えないんじゃないかとか、はい、それに苦しむと思うんだよ。でも田中っていうのはやっぱ守りの要でもあるしさ、はい、あそこら辺をやっぱ額面通り、まあ3割近いもしくは3割ここら辺をやっぱ確実に打ってくれてないとさ、やっぱ苦しくなるよ広島も。いやこのままでは俺はいかないと思う、はい、ただ鈴木誠也がしっかりしてるわ。もうブレないですよね、スタートからね。それとキャッチャーの相澤、まあ守備で言えば菊池、田中、はい、まあ、ここら辺がやっぱりセンターラインがしっかりしてるっていうのは一つのなんていうの安定感にはつながると思うけど、だけどこのままではいけないね。で二遊間の打率の低下、まあ西川のちょっと疲れ、まあそうなってくるとやっぱどうやって点取るのっていう感じにもなってくるし、だからそこら辺がちょっと心配なところで、ただこの前神宮で初勝利したピッチャーがいるよね。山口か。いいね。あれですよね。高卒の。いやーめちゃくちゃ良かったですね。2年目だっけ。ルーキーじゃないですか。ルーキーだっけ。ちょっと調べますか。去年、
いや、ユッティが調べてる。あ、調べてる。もう多分ルーキーだと思う。早いぞ、お前ユッティ。ユッティ早い。2年目。2012年目。あ、2年目ですね。はい、2年目。いいね。うまく育ってほしいね。だから出てくる選手出てくるね、やっぱいいね。いますね。ただちょっと形が似てるけどね、みんな似てきてるけど、はいはい、バリエーションに飛んでない。なるほど。形っていうのはそのピッチ投げ方。あ、投げ方か。持ち球も含めて。なるほどなるほど。でも同じピッチングコーチが全部こう育ててると思う。はい。そしたらなんか全部一緒のような感じになって。似るもんなんですかね。いや、そうなってくると何が悪いかというと、はい、バッティングのタイミングが取りやすくなるんだよ。で、今日名前が変わってるだけで、はい、投げてくるピッチャーは違っても球種が一緒だったりだとか、はい、投げる形が一緒だったりとかするとバッターのタイミングって取りやすくなる、はい、だからそこら辺はちょっと気をつけていた方がいいかもな。まあでも素質豊かな選手がたくさんいるなと思ってさ、まあ、底上げは確実にできてるけど、はい、まあ、そこら辺がやっぱ心配。ただなんか山口が一勝したしさ、はい、だからそういった意味では、まあ、着実にパズルだったら穴埋めがこうちょこっとできてきてるな。そうですね、なんかそんな感じがする。やっぱ小園君みたいですね。ファンとしてはやっぱこう一回こうハンドが来て落ちてきたなっていうところで一回こうなんか、いやでも、ね、見たいなっていうのはあるんですよ、ね。うん、見たいよな。うん、いやなんかこう見たいけど広島っていうチームは客寄せにはしないからね。まあ、じっくりしっかり実に、いや、もうもちろんでしょう。いや、実力がないと上げないよっていう、あ、そこら辺は俺は徹底してると思う。なるほど。例えば優勝が決まりました、はい、10試合ぐらい残りあります、じゃあ上げて経験させようかっていうことはしても、ちゃんとした実力を伴って上げるところだから、そこら辺はやっぱりしっかりしてるから、一軍とはやっぱそういう、そうだね、とこだっていう、そうですね、まあ、そこら辺の厳しさもあるだろうし、はい、まあ早く見たいけど、はい、これはもう我慢するしかないね、育つね。まあファームでもあんまり売ってないみたいだしな。そうなんだ、ちょっとね、なかなかちょっと壁に当たってるかな、ね。まあでも素質があることから、まあそのうち必ず上がってくるよな、うんうん、まあまあ期待したいと思いますね、はい、はいはい。